島根原子力発電所では、さまざまな安全対策に取り組んでいます。安全確保の基本は、異常を感知したらすぐに原子炉を止める、燃料を冷やす、放射性物質を閉じ込めること。これを徹底することで、事故の発生を防ぎ、万一事故が発生した場合においても進展を防ぎます。東日本大震災の津波にあった福島第一原子力発電所では、止めることは成功しましたが、津波により冷やす機能が失われたことで、事故の進展を止めることができませんでした。この事故を教訓に、新しい規制基準が設けられ、安全性をより一層高めるための対策に取り組んでいます。